やっぱ格闘技って倒し合いっていうか殺し合いだと思ってるから、たくさんの人が亡くなってる中でいろんなことを考えました。自分はどうすればいいのか自問自答今もしてます。そんな夢なら捨てちまえ、今すぐそこから逃げ出しちまえ。家帰ればテレビつけたらもう暗いニュースだし、ね、悲しいし、本当に外人がからメール来て大丈夫か大丈夫かっつって、原発大丈夫かっつって、知らんがやっつって、東京はパニックになるって言われて、とにかく落ち着かないですね、どこ行っても、こんなことやってていいのかなみたいなのを思ったんですけど、かといって向こうに行って助けるってことも試合が決まってるんでできないんで、だったらやっぱやるべきことをやった方がいいのかな。お前にとって格闘技とは何だっていう、僕の中で明確にここ見えて、僕にしかできないことっていうのを考えた時にこれしかないんで、これやってないと何もないんで、勇気づけれるような試合とか来て見てもらいたいですし、いや本当にやる気になりますよね。言い方悪いですけど俺は成り上がってやると思ってます。災害が起きるまでやばい。まあ世界がそういう風に見てる、シーンが起きても離れない、そういうことです。全然折れてねえぞってところ、日本人にも外国人にも、まあ、本当みんなが今日本のみんなが頑張ってると思うから、まあ、俺の力で勇気をとかそういうんじゃなくて、俺も頑張ってるみんなと一緒に頑張りたいなっていうのが一番強い。祈れ。生きろ。戦え。リスタートの一つとなれればいいかなと思いますね。日本人のきっかけになれるんじゃないかな、勝てば、4.9 ドリーム日本三枚看板がアメリカに乗り込む。